はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第158回でございます。今回テーマが集中力が続かないっていうのと、9月の注意点、あともう一個がきっかけ〇〇〇といった感じで喋っていくんですが、まず、当初の予定は日曜日のね、8時からいつもアップしてるんですけど、1日遅れてしまいました。申し訳ありません。土日ですね、まあ、土日というか日曜か、風邪をこじらせまして、昨日本当もね、起き上がれないぐらいに、あと声も出なくてね、で、まだ治ってないんですけど、薬である程度抑えてるのと、声が出るようになったので、今、月曜に今撮ってるんですが、すいません、1日遅れてしまって申し訳なかったです。では、行きましょうか。で、今回、もらった質問に答える、まとめてね、答えようと思ったんですが、ちょっとこれはね、俺が申し訳なかったんですけど、もしね、聞いてたら、ぜひね、もう一回こう、リプをいただけると嬉しいんですが、ツイッターでね、質問をもらったんですよ。まあ、たくさんある中で、多分ね、女の子だったと思うんですけど、この方が質問をくれて、じゃあ次、ダラダラジオで返しますね、っていう話をしたんですね。で、そういった、返しを何人かにしていて、まあ、メールとかもそうなんだけど、で、このダラダラジオを撮る直前に、その質問をまとめて、もう一回ね、チェックして、この、この話すの流れをね、組み立てようと思って考えようと思ったら、そのツイートをしてくれた子がね、非公開になってて、そう。で、見えなくなっちゃったんですよ。で、俺がメモっとけばよかったんですけど、すいません。もしね、あ、私のことかもと思った方がいたら、もう一回リプをいただけると、ありがたいです。自分がフォロワーはね、基本的にしないので、そこがね、見れなくなっちゃって。だから、その子は返せないんですけど、他の質問を何個か、今回返していきます。で、まあ、メインとなるのが、タイトルの集中力が続かないってとこですね。まあ、メリハリとかその辺にも関わることなんですが、まあ、多くいただいてるのが、やっぱりこう、勉強してるじゃないですか。でも、やっぱり気が散るんですよね。気づいたら、ツイッターとか、まあね、スマホをいじってしまうとか、動画をね、見てしまう、違うね、動画を見てしまうとか、で、気づいたら1時間、2時間経っちゃって、また何もしないで終わっちゃってるとかね、そう、もうどうしたらいいですかとか、もうその、それで自己嫌悪になっちゃってね、もうダメですよね、私みたいなのとかをすごくいただいてて、で、まあ、これをしたら絶対集中力がつきますとか、これしたらもう他のことがもう目に入らないぐらいになりますよ、みたいな。そんな魔法のアイテムはないんですけど、ひとまずまあ自分が思ってること、実践してきたこと、そしてまあ生徒にね、実践としてやらせてきたことなんかを話していこうかなと思います。ちょっと前置き長くなりましたけど、一番まあシンプルでわかりやすいのは、勉強する内容を時間じゃなくて内容で決めるっていうのがすごく大事です。よく、まあ、質問するよね。一日何時間勉強したらいいですかとか、受験生だったら、中学2年生だったらって質問するじゃないですか。たくさんいただくんですけど、自分も。でも、勉強するのは時間じゃなくて、やっぱり量で決めましょう。これはね、絶対にやった方がいい。で、なぜかっていうと、例えば、よし、数学1時間やるぞではなくって、よし、数学のワーク、ここのページまでやるぞって決めてやるの。で、これはね、例えばみんな学校の授業が45分とか50分授業ですよね、大体が。で、じゃあ50分間授業やってるじゃないですか。50分っていう時間が決まってるんで、もちろんね、学校の先生が授業してくれるからさ、まあその流れがあるわけですけど、別にその50分間で自由に勉強していいぞって言われたら、急げばすげえたくさん量できますけど、ゆっくりやればゆっくり問題解いてって、量って少なく済むじゃないですか。だから同じ50分でも、勉強量って変わるんですよ。自分の意識で。だからこれってね、例えば塾で勉強するとか、まあ友達同士で勉強って自分は進めないんで基本的にやらせないですけど、でもし友達同士でやると、ね、した時でも、よし、やるぞって言って、時間を決めてやる、まあモチベーション上げてやれるならいいんだけど、やっぱ一人で勉強する時ってそういかないんだよね。どうしてもサボりたくなるし、サボれるから、一人で勉強するって。そう、だからやっぱ甘えが出てしまうので、そうすると、じゃあ1時間やろうって言っても、気づいたら1時間経ってるんだよ。経ってるんだけど、振り返ってみたら、あれって、やっぱり全然やってないんだけど私、みたいな経験でないですか？自分すごいあったんですけど、それ。そう。で、これってものすごく良くなくって、結局1時間やってるんだけど、ペース的にもね、勉強もあまりやれてないと。問題数もこなせてない上に、ああ、またこれしかやってない、ダラダラやっちゃったよっていう自己嫌悪でモチベーションも下がるんだよね。
勉強も進まなかったし、モチベーションも下がるって最悪でしょ。これから、やっぱりね、9月に入ってって、まあ折り返しですよね。まあ折り返しというか、まあね、自分は折り返しだと思ってるんですけど、受験勉強だったら。の時に、やっぱりモチベーションこれから上げていかなきゃいけない。すごい大変な時期だから。で、その時に、モチベーションが下がっちゃうって、すごくもったいないっていうか、勉強効率が下がっていってしまうのね。だから、その時間で決めるのではなくって、ここまでやろうって。もし、4ページやるって決めたら、だらだらやれば2、3時間かかるよ、きっと。でも集中してしっかりやったら2、30分で終わるかもしれない、頑張れば。だったら早くやるよね。そう。で、これを自分でここまでやるって決めたら絶対それを守るの。どんなに辛くても。そう、これが大事。で、これをしっかりやって、毎回毎回ちゃんと守っていったら集中力続くから。で、これをサボり癖、4ページやるって決めたのに、あ、2ページやったからまあいいか。ちょっと休憩。ってやってしまう癖がつくと、これ崩れます。あのね、人から、そのなんだろう、やる量を与えられるっていう、それをこなすのもすごく大事なことです。まあ、塾とかそうだよね、ここまでやれって言われたらやるわけじゃないですか。でも、自分で決めたものをこなすっていうことはもっと大事なの。だって自分で決めた、自分の中で決めたルールというか、それを守るかどうかだからね。そう、自分を裏切るっていう行為をするか、自分を、まあ、信じて突き進むというか。そこの違いってやっぱすごく大きいんだよ。で、もし、じゃあね、毎回その4ページとか決めるんですけど、途中で心が折れちゃうんですって言うんだったら、最初の設定を減らしてください。だったら、4ページやるって決めたのに2ページしか進まなかった子と、2ページやるって決めて2ページ進んだ子。これは同じ2ページしか進んでないですけど、2ページって決めて進んだ子の方が絶対にモチベーション上がるんだよ。だって自分で決めたことやってるんだから、ちゃんと。で、これをね、しっかりやるっていうことが大事。で、そのやる量を決めるっていうのは自分自身に問いかけてください。あんまりカッコつけなくていい、そこで。別に誰かにアピールするわけじゃないから。ちゃんとここまでって。で、できれば自分はよく前日に決めなさいって話をするんですけど、例えばね、じゃあ今日勉強しようと思って勉強机座るよね、みんな。座った時に、じゃあこれから何しようかなって考えるんじゃなくって、前日勉強が終わった時に明日これやろうって決めるんです。だってその方が流れが続くもん。昨日のことを思い出して何やったから今日これやろうじゃなくって、今これを勉強やってきた、じゃあ明日これやんなきゃな、続きのこれをやんなきゃいけないのか、それともちょっとここの問題結構危なかったからもう一回この問題やり直そうみたいな、それをやってからこのページから始めようかなみたいなのを前日勉強終わった後にやるの。これも大事なこと、パート2ね。パート2じゃねえか。2個目だね。すごい細かいことでしょ？それって。細かいことなんだけど、すごい違いが出るの。前日に決めるとか、自分でここまでやるって決めたことを守るとか。そう、そういう細かいことが大事です。自分は魔法使いじゃないし、先生もね、塾の先生も魔法使いじゃないから、そんなね、何かこれをしたらもうすげえ変わるよ、劇的に、みたいな。これやったら勉強できるようになっちゃうぜみたいな。100点上がるよみたいな。ことはできないの、俺らには。でも、経験っていうものはやっぱりあるので、自分自身の経験もそうだし、生徒にね、生徒にやらせてきたっていう経験もあるから、そう、ぜひぜひその辺参考にしてもらえたらと思います。その2つをやるだけでもだいぶ変わるよ。っていうところかな。で、今回ね、9月の注意点もちょっと喋りたいので、そこで切り替えましょうか。で、今日が8月29にアップしてて、学校始まってる子もおそらくいますよね。今日月曜日なんで。で、まあ9月のね、1日、1日から始まる方もいると思うんですけど、9月の注意点はすごくシンプルです。特に受験生ですね。受験生、疲れがどっと出ます。あのね、体調崩しやすいのと心が崩れやすいです、9月って。で、なぜかっていうと、夏休み、すごい頑張ってきた子、受験勉強ね。頑張ってきた子は、学校始まります。始まると、今までみたいに受験勉強で、クレと復習というか、前の勉強をしなきゃいけないんだけど、それプラス、新しい勉強が始まりますよね。あ、当然、学校が進むから。で、それがプラスされるので、両方こなそうと思うと体調崩すんです。まあ、季節の変わり目っていうところもあるんですけど、で、やることが増えて、アップアップしてくると心が崩れます。ついていけなくなって。ああ、もう無理。そうなる前に、ちょっと勉強やるペースを変えましょう。今までと同じ復習のペースでやってしまっては、学校もあるんでね。もう、物理的に勉強できる時間が減るから、
昼間とか学校行ってるわけだからさ。だからそこもちゃんと計算してペースをもう一回組み直してください。いいかい、体、心身ともに、体も心も心身ともに崩れないようにちょっと気をつけてください。これ一回崩すと大変です、戻すのが。だから崩れないように未然に防ぐようにしてましょう。で、夏休みちょっとね頑張れなかったと振り返った時に、まあ自分からしたらもしかしたら頑張ってるかもしれないよね。ただ自分自身の判断としてサボっちゃったな、頑張んなきゃなって思う子はまず頑張ろう、ひとまず9月からね切り替えて、夏休みもう終わったことは振り返ってもしょうがないんだから、過去は変わらないから。でも未来は変えられるの、自分の力で、今と未来はね。なので切り替えてもう一回計画を立て直します、自分ので。契約の立て直し、立て方はね、以前動画でやってますけど、例えば、じゃあ、志望校もそろそろ決まってきてるかな？あと何点あげたい？じゃあ100点にしようか。100点あげたいとしたら、じゃあ5科目、何の科目で何点ずつあげるのかを考えましょう。これは、1教科20点かける5とかそういう計算じゃダメです。自分の得意不得意とかをしっかり考えて、この科目で30点。この科目でちょっと苦手、伸びしろがあんまないかなって思うから10点とかって。じゃあその点数伸ばすためには何が必要なのかなっていうのをしっかり考えます。これはね、全員の方にね、共通することですけど、計画を立てるのってめんどくさいんです、本当に。非常にめんどくさい。でも、時間をかけてしっかりいっぱい悩んで、立てた計画っていうのは悩んで本気で立てた分だけ愛着が湧くの。本当にそれぞれやろうって思う。けれどちょっと計画さえもサボってしまったら、サボった計画だからサボっていいかなになっちゃうの。だから時間がもったいないと思うかもしれないけど、計画がちょっと今曖昧な方っていうのはもう一回立て直した方がいいです。学校の先生、先輩、塾の先生、誰捕まえても構わないです。一人で不安だったらね、友達どうしても構わない。でもできればやっぱ先輩とか、先輩よりも、まあ、先生がいいね、一番はね、知識を持ってるからの方に相談して決めるといいです。いいかな。もう一回契約を立て直す。で、立て直して、じゃあ1ヶ月後10月の頭、まあ、9月の終わりになるまでに何を終わらせなきゃいけないのか。じゃあ9月の終わりにこれを終わらせるためには、今週の終わり、今週の土日ね、終わるまでにどこまでやらなきゃいけないのか。じゃあその1週間、この1週間でここまで終わらせるためには今日何やんなきゃいけないのかなって考えましょう。繰り返しになりますけど、非常にめんどくさいです。計画を立てること、それを実行することっていうのは。でも、そのめんどくさいこと、だからこそ、それをこなして得られるものっていうのは、それだけ大きなものなの。うん。で、それをこなしていって、まだね、約、あと9、10、11、12、1、2、約半年間あります。受験が終わるまでに。半年後。みんながね、もちろん合格不合格あると思います。できれば合格して、笑顔で卒業して高校に行ってほしい。進学ね、まあ大学に行く方もいると思うけど、進学してってほしいです。でも、もし志望校に受からなかったとしても、でもやりきったって、これだけ成長したなって言って。で、そうやって笑顔で高校生、大学生、まあね、就職わからないですけど、その進学先に進んでってほしいなと、心から願ってますので、ぜひね、今日喋ったことがどれだけみんなにとってね、プラスになるかはわからないですけど、ちょっとでも参考になったらと思います。で、最後、ポロッときっかけ〇〇〇ですね。今、きっかけ英単語っていうシリーズをね、偶数日に上げてるんですけど、きっかけ英熟語っていうシリーズを始めます。これはですね、きっかけ英単語が今偶数日、10日とか、今日だったら、今日29なんで、ただ昨日の分がアップしてないんで今日アップしてるんですけど、まあ、30上げて、次が2日かなにアップするんですが、それの中のどこかにきっかけ英熟語を始めようと思います。一応ですね、9月2日をスタート日にしようと思ってるんですけど、だから偶数日はこれからきっかけ英単語、もしくはきっかけ英熟語が始まると思ってください。で、英語シリーズもう一個新しいシリーズ、撮る予定なんですが、ちょっと準備が今まだ揃ってないので少し遅れちゃうんですけど、9月の1週目にはスタートしたいなと思っておりますので、これまだね、こういう内容とは発表できないんですが、来週のダラダラジオでは伝えれるかと思いますので、もしよかったらね、英語の勉強なんかに使ってみてください。では、長くなりましたが、あとツイッターですね、ごめんね。アットマーク、ハイチ、アンダーバー、とある、ひらがなのハイチで検索してください。一発で出てくると思います。漢字だと出てこないので、ひらがなの方でお願いします。で、
ツイッターされてない方、ちょっとわからないと思うんで申し訳ないんですが、固定ツイートってありますよね。いつでも見れるやつ。今それ、自分が出版した参考書のやつになってるんですが、ちょっとそれ、更新しようと思ってまして、ダラダラ上で今までね、アップした、今回の集中力が続かないとかもそうですし、暗記のやり方とか、そういったやつをちょっと載せれるだけ、ツイート一覧で、動画リンク貼ろうと思ってますので、なんか同じような質問もね、たくさんいただいてるんで、もし、気になったらそこを見ていただけると、皆さんがちょっと悩んだことに繋がるような、ダラダラ上に飛べれればいいなと思って、それに切り替えようと思いますので、もしよかったらね、そっちの方もチェックしてみてください。ふぅってことは、ってことで、今回は、ハイチのダラダラジオ第158回、集中力が続かないというテーマで、かなりね、ちょっと駆け足になっちゃいましたが、喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて、本当にありがとうございました。で、次回が、9月の1週目ですね。本当はね、そこで9月の注意点喋ろうかと思ったんですけど、やっぱり夏休みが終わる前、始まってたらごめんね。終わる前にね、お伝えできたらなと思って僕は喋ってしまったので、さっき途中で話した、そのツイートでね、ちょっとリプが見れなくなっちゃったとこの質問だとか、やっぱりね、夏休み中からこの時期からすごい、相談メールをたくさんいただけるようになったので、そこにちょこちょこ返せたらなとは思います。他にね、喋るテーマが決まったらそっち優先にするかもしれないんですけど、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。